それでは時間の関係もございますので次にしますが、4番の立地的成果計画等でございますが、先ほどいわゆる居住調整区域は設けないということで、確認をしたいところでございますし、それからですね、このコンパクト化の定義というのがあると思いますが、どのような定義になっているのかお尋ねをいたします。百瀬建設事業部長。コンパクト化の定義でございますが、割合があります、線引き投資、非線引き投資でそれぞれの考え方があり、一般的に線引き投資の場合は市街化区域における居住誘導区域の面積の割合であると認識しております。従いまして居住誘導区域の面積が小さいほどコンパクト化されているものと判断されます。13番永井議員。はい、そうするとこのコンパクト化の割合につきましては数値が小さいほど市街地を大きく縮小することになるということで、単位はパーセンテージかというふうに思っております。それからですね、国が示しております再編の方向性のではですね、コンパクトプラスネットワーク化の連携と言っているわけですけれども、ネットワークとは各種サービス機能のコンパクト化にまとまった地域と交通や情報通信でつながることと示されているところでございますが、これをですね、分かりやすく解説してほしいと思いますが、説明をお願いいたします。百瀬建設事業部長。今後人口や産業の減少が、避けられない中で、従来のように拡散するのではなく、各種機能や居住地を集約し、各おのおのをネットワークでつなぐことであり、人口減少とともに税収や消費が減っても、効率的なサービスを提供することができ、暮らしを維持し、経済を発展させられるという認識でおります。13番、長井議員。はい、それではですね、幼児教育、保育の無償化について、質問したいと思いますが、まず冒頭にですね、今日の新米等を見ますと、保育園の待機児童数について、松本氏が71名という報道がされていましたが、本市の実態についてお伺いをします。長野子ども教育部長。はい、県内における保育園の待機児童につきましては、松本市、安曇野市以外でも、先月でしたか、長野市においても可能性があるという報道がございました。で、本市におきましても、10月1日、現在の調査がございまして、国の基準に基づく待機児童数が、20名ということで、県に報告をさせていただいております。13番、長井議員。この待機児童数の解消するというですね、大きな目的があるものですから、いろんな施策の中で、なんとか救済できるような形でお願いしたいと思いますし、それから財政的なことになろうかと思いますが、現在、消費税が 8% で、うち 1.7% が地方消費税ですが、消費税率が 10% にですね、上がれば、地方消費税率も 2.2% に上がると思いますが、消費税の増税分は無償化財源に増すとのことですが、新制度の給付は国が2分の1、県2分の1、市が県4分の1、市が4分の1となっておりですね、無償化も同じ負担割合としますと、自治体の負担はですね、基準財政需要額に含まれる可能性が高いというふうに想像するところでございますが、交付税措置にするのか、国から何らかの情報等が入っているのか、お尋ねをいたします。塩川企画政策部長。はい、確定したものではございませんけれども、地方負担、そのような状況のようでございます。で、来年度分、ただ来年度分に限ってはですね、全額国庫で負担をするという方向で調整されているようでございまして、ただその国費の拠出のあり方、措置のされ方につきましては、情報が入っておりません。
今後情報を待ってですね、予算で最終調整をしたいというふうに考えています。はい、13番長井議員。はい、以上。それからですね、幼稚園につきましては県保育園は市との関係が強く、認定こども園は幼稚園と保育園の双方の子どもが通いますが、認可基準は県が定め、県知事が認可となり、私立の新制度外幼稚園を認定こども園に移行させて、新制度の枠内に入れ、ということも、増えることも考えられますが、本市の動向をお尋ねをいたします。中野子ども教育部長。はい、市内では一つの、幼稚園が2020年4月から、認定こども園に、子ども園に移行できればという相談を、受けておりますし、市外近隣市の近いところでございますけれども、一園につきましては31年4月から、移行するというお話を聞いております。13番長井議員。はい、以上。ですね、現行のまま保育料を無償化するとですね、給食費が保育料に含まれている、保育所と実費払いをしている幼稚園との間に格差が生じてしまいますが、保育園に通う3歳以上の子どもも実費払いという方向で、調整するしかないと思いますけれども、この給食費はですね、どのような取り扱いになるのかお尋ねをいたします。中野子ども教育部長。はい、まだ制度が先ほど申しましたように詳細に部分決まっておりませんけれども、国の施策に従って進めていくという形になりますが、基本的には市の施策として市長を申しますように、子育てしたくなるのは日本一ですので、現行の制度よりもですね、保護者の方の負担が増えるような形のものはあまり好ましくないかなというのが私の感想でございます。はい、13番長井議員。はい、以上。この保育制度でございますけれども、児童福祉法の24条の一項でですね、市町村が保育の義務があるというこのことは変わらないというところでございますが、保育所運営費につきましては現在の補助金の制度がですね、これからはですね、施設給付金ということで、子ども子育て支援法の27条であろうかと思いますが、給付金方式に転換をされるという方向で国が舵を取ったということでございますが、ぜひですね、これから幼児教育の大切さということも出てまいります。全員がですね、この保育の恩恵になるようなそんな形をですね、なんとか取ってほしいということを要望申し上げまして、私の一切の質問を終わります。以上をもちまして、長井康人議員の一般質問を終結いたします。